ラジオでたこ焼き食べるなんて常識的にありえまへん。もう晩から食べたってええや。あれ、カナタさん起きてます？みんなの声すっきゃね。ありがとう、頑張れ。いやいや、ラジオでたこ焼き食べるなんて常識的にありえまへん。もう晩から食べたってええや。みんなの声